はいどうもじゃあちはササイアンです本日のニュースを突っついていきましょう 今朝から話題になっております、石油備蓄放出の話。今、ガソリンや灯油が馬鹿高くなっておりまして、それを是正するためにですね、国の石油備蓄を一部放出するそうです。ただまあ、世間の目は厳しいようでして、岸田さん、これで本当に収まるのって疑心暗鬼なんですが、ただこれ、元を正せばですね、岸田さんがというよりも、環境意識高い系の連中が招いた大惨事だとも言えるのでね、その辺の事情を中心にお伝えするのと、後半は、ただいま絶賛暴走中の武蔵 私の市長がですね、住民投票条例のあれについて市民団体が公開質問状を送ったという話題を取り上げたいと思います。僕の書類を聞いて、メロンつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録のをよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは石油の備蓄放出の話題を朝日新聞より見出しがですね、最後の取り出で異例の対応、石油の国家備蓄放出、政府の言い分は、 ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。米、バイデン政権が23日、日本や中国、インドなど、主な消費国と協調して、石油備蓄を放出することを表明した。日本政府も石油の国家備蓄を初めて放出する方針だ。具体的な放出量や時期などを示していない国もあり、原油価格を下げる効果は見通せない。うん、まあそこを皆さん心配しているんですよね。これで価格が本当に下がるのか、たとえ下がっても一時的ではないのかと。 まあそんな心配がありますけれども、えー、日本の石油備蓄は国が所有する国家備蓄と石油会社に法律で義務付けている民間備蓄がある。 国家備蓄は全国10カ所の基地で国内需要の約90日分以上を貯蔵することとし、民間備蓄は70日分以上と定めているという。国家備蓄は9月末時点で145日分と目標を大きく上回っている。貯蔵している絶対量は1990年代後半からほぼ変わっていない。国内の石油消費量は省エネなどで減少傾向にあり、日数換算で見ると増えている。政府はこの養生分を放出すると見られる。あの ここさらっと言っておりますけれども、ものすごく大事なことが書いてありますよね。 備蓄量は90年代後半から変わっていないんだけれども、石油の消費は省エネ化で減少しているというね。CO2 を出さずに電気をどう生み出すかも重要ですけどもね。電気の消費量をどう絞って生活していくのか。CO2 を減らすアプローチが違うだけで、省エネこそが日本の得意分野なんです。新次郎くんよ。外国のことばっか聞いてないでね。日本の省エネや環境技術が世界のスタンダードになるように、もうちょっと PR してほしかったんだけれどもね。まあいいか。すでにいない人なんで。 えー、これまで備蓄を放出したのは、紛争や災害時で供給不足が心配される時だ。レギュラーガソリンの平均価格が1リットルあたり185円と史上最高値を記録した2008年でも放出しなかった。放出する場合でも、まずは民間備蓄で対応し、国家備蓄は手をつけなかった。何かあれば民間分を先に出し、国家備蓄は最後の取り出として温存しておくためだ。政府は、余剰分の放出は目標量を満たしたままなので問題ないとしている。放出量も も国内需要の数日分と限定的だ米国と協調を演出するため異例の対応に踏み出すうーんちょっとあれかな米国や他国と協調するのはいいんだけれどもその放出量が国内需要の数日分とはこれは完全にブラフですよね原油国に対してうかうかしてると本腰入れますよっていう感じのねまあ、別名貼ったりとも言いますけれども 中国は9月、国内の製油所などに対して738万バレルを放出することを決めている。習主席は16日、バイデン大統領とオンラインで会談した際に、協力して共通認識を形成し、中米関係を前向きな発展に導きたいと、関係改善に意欲を示した。今後の備蓄の放出でも、米側と協力する可能性がある。なるほどね。GDP の上から3つが行動を共にすれば、発信力も強まると。まあ、そういったことなんでしょう。 ただ、効果も疑問視されている。日米など各国が放出したとしても、供給量が増えるのは一時的で、全体の事情に与える影響は限られる。中東やロシアなどで作る OPEC プラスは、コロナの感染が欧州などに再拡大しており、大幅増産には慎重な姿勢を崩していない。OPEC プラスは次回の閣僚会合を12月2日に開く予定で、夏に決めた小幅増産ベースを維持したい意向だ。増産ベースを縮小する可能性があるとの見方も市場に出てきている。 おしまい。 ということで、この記事長文なので、ところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方、概要の UR l からご覧ください。さて、この話はちょっと前の動画、ガソリン価格のトリガー条項でもお伝えした通りですね、岸田政権は何をやってるのかと、東京生まれの岸田さんと千葉県生まれの官房長官には、この切実さの思いが伝わらないのではなかろうかと、笹谷も語気を強めに話しておりましたが、だって東京にいると、石油商品って身近に感じないじゃないですか。特に車を持って出しゃらない方だとね。でも、これからの季節、雪が降る北 北新越から上の方ね、東北とか北海道辺りまではですね生活の足として車は必需品ですし暖房もじんわり温まるようなね、電化製品ではなくて一気にガツンと温まるような石油ファンヒーターとか FF 式ストーブとかねとにかく石油製品をよく使うんですよところがですね今年はまだ11月なのに雪すらまだ降っていないのにですよガソリンも軽油もといも全てバカ高になっていますだから雪国の人たちは今シーズンね燃料費が一体どれくらいかかるのか戦々 それなのにもかかわらず岸田政権はガソリンのトリガー条項にはノータッチでつまり財務省の言いなりとなってですね特殊なガソリン上乗せ税に全く手を触れずに世界各国と協調して備蓄オイルを数日分だけちょろっと吐き出してね取引相場を落ち着かせようという混沌なんですよ。 記事にも書かれておりましたけどもね、それで一時的に価格が低くなるかもなんですが、また戻してこのまま高値を維持するのではっていう見方が大半ですし、ササエはこの前開かれた COP26 の対応を見てね、ガソリンや灯油はこれからも価格が下がらないのではないかというふうに疑問を持ちました。なぜかというとですね、オペックのバーキンド事務局長が COP26 の席でですね、石油とガスはエネルギー転換において居場所がない存在だ。初めて標的にされた。 石油やガスから急速な移行は非現実的で、貧困国や世界経済にダメージを与える可能性があると、まあこのように述べておりました。そしてさらにですね、世界のエネルギーミックスの約53%を占める石油や天然ガスの供給を止めれば、 電力市場や石炭市場の急騰が避けられないとも話しておりました。日本のマスコミはアホなんでね、COP26 の方向からやってきましたとかっていうね、変な環境団体の化石賞を取り上げて、あれをテこにですよ、日本政府批判を繰り広げておりましたが、実際 COP26 で話し合われたのは、石炭だけではなくて、化石燃料全体の話なんです。でね、ここからが EU の環境意識高い系の奴らがわけわかめってことなんですけれども、COP26 の場で化石燃料 燃料は CO2 排出の元になるからなるべく使わないようにしよう X ということでね宣言を出しているんですけどもねですからこれオペックとか石油をね生産している国はああそうかそうですかい僕らの食い物を減らそうって言うならこっちにも考えがあるっていう風にどうしてもなっちゃうじゃないですかだからオペックの連中は COP26 開催期間中の11月4日なんですよこれ開催期間中ですからね その11月4日にわざわざ OPEC プラスという会合を開いてですよ。原油価格はこのまま維持していこうというふうに決めちゃったんです。僕の言ってること分かりますかね将来的に使いませんって COP26 が言ってるんですから、じゃあ今のうちに稼げるだけ稼ぎますよと。悪いけど今はね、利益を取りたいんで高値で売っちゃいますっていうふうになるじゃないですか。でもって、この前の動画でも説明しましたけどもね、今 EU というのは石油もガスも足りないということで、石炭火力発電所がフル稼働しているわけですよね。CO2 減らせよって言っていた人たちが寝て起きた翌日にとりあえず生活できないので石油や石炭すぐ持ってこいよって言ってるようなもんなんですよもうインド人もびっくりあ、違うかアラブ人もびっくりなお話ですだからね EU 主体の環境意識高い系の認知はもう辻褄が合わないんですこういったき戦いを理解していくとですねグレタちゃんの発言が非常に面白く聞こえますグレタちゃんは COP26 は豊かな国々の政府の声しか聞いていない、明白な失敗だ、派手な目標を発表する PR イベントだと発言しておりましたが、この発言、豊かな国々を EU に置き換えるとですね、 コップ26は EU の政府の声しか聞いていない。明白な失敗だ。派手な目標を発表する PR イベントだ。って感じでね。<laughs> ああ、なるほど。確かにそうですわ。と。グレタちゃんの本来の趣旨とは違ってるんだけども、ドンピシャに当てはまってんなっていうふうにね、僕は感じ取れました。<laughs> ですから、グレタちゃん、これからも私ササインはグレタちゃんを応援しますのでね、CO2 排出権取引とかね、巨業で稼いでる EU のビジネスマンたちをギッタギタにやっつけてくださいなと。えー、さて、お次はですね、自民党の長 長島明久議員が武蔵野市長に向かってあんた暴走してると急断した話題を有冠富士より見出しがですね地元の自民長島市武蔵野市外国住民投票条例に民意を無視して暴走していると言われても仕方がないということで本文を抜粋して読んでいきましょう東京武蔵野市の松下玲子市長は19日市議会での施設方針演説で外国人にも日本人と区別せずに住民投票権を認める条例案を提出する意向を表明、外国人 の代替制度になりかねないといった懸念の声が広がる中長島昭久議員に聞いた。 疑問や怒りの声が多数寄せられても、松下市長は、条例案を提出するようだ。ここで一旦立ち止まらなければ、民意を無視して暴走してると言われても仕方がないと、長島氏は勇敢富士の取材に語った。条例案には、満18歳以上で3ヶ月以上居住すれば、外国人でも住民投票の投票権を認める、などとある。多くの市民が条例案を理解しておらず、あまりに乱暴だと危惧する。市議会議員26人の中で、少数派8人の自民党系会派の市議は は条例案の問題点を列挙したビラを街角で配って訴えているあららら、何これ、市議会議員26人の中で自民党は8人しかいないのか。 まあ、ちょっと心細くなってきましたよ。で、地元有志ら、武蔵野市の住民投票条例を考える会も、廃案を求める署名活動をネット上なので本格化している。市には条例案を批判する電話が殺到している。え、長島市は、松下市長は民主的プロセスを大切にすると語ってきた。市民の慎重な議論や条例案の見直しを求める意見に向き合うべきだと語っている。おしまい。ということで、 さっき気になった武蔵野市議会における会派の視野なんですけどもね、武蔵野市のホームページにおりますと、自民党が8人、立憲民主が5人、公明党が3人、共産党が2人、 その他に背景がよくわからない会派、自治と共生という会派が2、それからですね、ワクワク働くという会派が2、それから全く会派に属していない議員が4名ということで、自民、立憲、共産は何となくわかりますけども、その他の地域がどういう意向なのか判然としませんでして、わからないのは支えるだけかと思っていたらそうではなくてね、そこに住んでいる武蔵野市民もよくわかってないみたいです。ということで、これ産経新聞の記事によりますが、 市民団体、武蔵野市の住民投票条例を考える会が24日ですから、今日ですよねえ。今日から市議全員に公開質問状を送付した。質問状の回答期限は12月2日とし、同会のフェイスブックなどで回答を公開する。質問は全部で7問。今回の条例案は外国人の賛成権を事実上規定するもので、 憲法違反の可能性を払拭できないがどう考えるか、などなど問うている。市民団体代表の金子宗徳氏は、市民から多くの疑問や懸念の声が上がっている、問題の多い条例について、市議の見解を示したく、真摯な回答に期待したいと述べた。同会はすでに条例案の廃案などを求める陳情書を議長宛てに提出している。おしまい。 ということで、まあ、とりあえず事態をこのまま放置すればですね、悪い方にしか転びませんので、採決がなされる前に質問上の回答を持ってね、各議員を色分けしておくべきでしょう。この武蔵野市の恐ろしいところはですね、武蔵野市に3ヶ月居住したら誰でも参加できるっていうことなんですよね。なんかこれってすごく簡単なことじゃないですか。この前も動画でですね、僕はこの武蔵野市の条例案を指摘したんですけども、その時にコメ欄にいくつか反論が入っておりましてね、そこに何ていうふうに書かれていたのかというとですね、 外国人にも差別なく日本人と同じ権利を与えるべきだ、ササヤンは差別する気ですかみたいなことを書かれていたんですけども、いやいや、ちょっと回ってけよと、前提条件が間違っていますからね。 外国人も同じ税金を払ってんだからって言うんだけども、たった3ヶ月程度住んだ人が満足に武蔵野市に市民税とか納めているんでしょうかねと。たまたまタイミング合えばね、納税義務が発生するかもしれませんが、ほとんどの人が市民税の納税義務は生じていないんじゃないのかなたった3ヶ月程度ではね。あと、場合によってはですよ、納税のためにあの請求書みたいなのが届いたとしてもですよ、結局支払い期限を過ぎて市民税を滞納しておけばですね、別にそれは払わなくて政府になっちゃうわけじゃないですか。で、その後、スコラさっさとね、また別の市だと 別な国移動してしまえば、ね、滞納した市民税だってうやむやになっちゃいますよってことは結局ね納税のだのなんだので武蔵野市に対して貢献していなくてもですよ意見を意向を反映できるということですからこれ本当大丈夫なのかという話なんですことさらに人権を叫ぶのもいいですけどもね市になんら貢献してない外国人でさらにもしかしたら4ヶ月後にはいなくなるかもしれない外国人の関係をなぜ反映させる必要があるのでしょうか居住して半年じゃダメですか1年じゃダメですかなぜ 3� ヶ月後から発生する でしょうかそういったことを丁寧に議論した後でそれでも3ヶ月が妥当ですというのであればああそうですかじゃあねこれ議会で採決してくださいというふうになるんですけれども武蔵野市長はそういう丁寧な説明をしていないじゃないですかそしたら誰だって怪しみますよね。 長島明久氏から市長は暴走だと言われても仕方がないってな感じで、この武蔵野市の案件は公開質問状を持って各市議さんのですね、見解が12月2日には判明するそうなので、それを見てからまた動画をね、やりたいと思いますけども、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして、最後はここに謎かけて締めたいと思います。外国人住民投票はノックアウトとかけまして、吉祥寺駅の井の頭線と解きます。その心は、武蔵野市で慶応です。<laughs> えそうういえばもう何年も吉祥寺商店街を歩いていない気がするんですけども今、どうなってるんでしょうかね吉祥寺のアーケードは、ね、気取ってなくて庶民的な雰囲気が残ってるんでね僕は結構好きだったんですけどもそれにねあのそこら辺歩いてるとね前から変なボーダー T シャツを着たねおじいちゃんが歩いてきてね誰かと思ったら梅津和夫だっていうね <laughs> まあちょっと、ね、いろいろ楽しめる街なんですけども本日も面白かったらためだったという方ですねチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いします。ありがとうございましたササヤンでしたたで